君の生まれの不幸を呪うがいい。アムロ、行きます。144分の1スケール、ガンキャノンは、1981年5月に、ベストメカコレクションシリーズの、ナンバー18として、メーカー希望小売価格、300円で発売されました。ガンダムのキットとしては、20番目に、144分の1スケールとしては、8番目に、発売されたキットとなります。各関節が稼働、両肩のキャノン砲が、上下に稼働します。やれやれ。見えるぞ。ガンキャノンは、地球連邦軍がガンダムと同時に開発した中距離戦闘モビルスーツ。ガンダムより装甲が厚くなっており、盾を装備していない。ガンダムより10トン重量があるため、運動性が劣る。だが、テレビモニターのカメラが機能性を高め、それをカバーしている。肩にガンキャノン砲を装備している。重量70トン、前方 17.5 メートル、主に開始連が操縦する。
やれやれ。
やれやれ。冗談じゃないぜ。こいつ動くぞ。ザクとは違うのだよ。ザクとはあれか。おっこっちが行ける。俺だって前の俺とは違うんだ。効かないぞ効かないぞ。おしまいだ。自分の力で勝ったのではないぞ。
チャンネル登録、グッドボタン、そして他の動画もぜひ見てくださいね。